どこだろう。通り過ぎました。通り過ぎた。お店が見つからない焼き菓子店、おしゃれすぎるあの専門店、巷にはみんなが気になるスポットがいっぱい。私ソータが足を運んでとことん調べてきました。これがチョコレート。恋愛成就のご利益あったりしますか。ずっと知れば行きたくなること間違いなし。巷で話題、気になるあのスポットを大調査。なんかテレビショッピングみたいになってきましたけど米子市にやってきました。この大通り沿いにこんな専門店が。にしても雰囲気おしゃれすぎというちょっと珍しい専門店があるそうなので、早速調査開始。何のお店だろう。おしゃれすぎる、ちょっと変わった、なんだこれ、包丁研ぎのお店。包丁研ぎのお店、珍しいな。ちょっと入ってみましょうか。包丁研ぎ、見た目おしゃれですよね。お邪魔します。わ、もうギャラリーみたいな。アートギャラリー言っちゃったから。素敵な食器もたくさんありますね。人に言っといて包丁研ぎ屋さんが入ってるんですね。看板に、はい、包丁研ぎのお店って書いてあったんですけど、はい、お店の中おしゃれすぎません？あ、そうですか、ありがとうございます。でもお店は包丁をメンテナンスして研いで、お返しするようなお店になってます。本当にじゃあ包丁を持ってきて研いでもらうお店。はい、そうです。去年9月にオープンした包丁研ぎのお店、たるい刃物。家庭用からプロの料理人用まで、さまざまな包丁のメンテナンスに対応してくれる専門店です。すごい広いこちらのスペースは何用ですか？包丁を研ぐと料理がちょっと楽しくなったりしますよね、うん、そうなってくると例えば食後にコーヒーを、美味しいのを飲みたくなったりとか、器をちょっと買い替えてみたりとか、そういうのに出会うような場所にしたいなっていうので、いろいろ徐々に集めていくというような感じです。こちらのお店では持ち込んだ包丁の状態を見てからメンテナンスプランを決めます。切れ味を復活させる程度ならその日中に仕上げてもらえます。今回は特別にその研ぎ作業を見学させていただくことに。台所だ、うん、おお、これはこのカラフルな板。そうですね、これも一応全部砥石ですね。洗い物から細かいものまでいろいろ種類があります、ね、こんなに種類あるんだ。はい、こんなたくさんあります。砥石は使い分けるというポイントを知ったところで、いざ研ぎ作業は。とその前に研ぐ前の切れ具合をチェック。切ります。山がちょっと潰れちゃう。ちゃんと作業すればすごいスパスパ切れるようになると思います。おお。押さえる力加減とかってやっぱポイントなんですか？そうですね、包丁って力入れすぎるとちょっと曲がっちゃうので、たわむっていうんですかね、はいはいはい、でその状態で研いでしまうと、刃の形が変わってしまったりします。研ぐ角度も大事で、一般的に知られている15度の角度よりちょっと起こした25度の角度で研ぐのがポイントだそうです。角度をキープするのが一番難しい部分かもしれない。ね、より細かい刃になるようにちょっと細かい砥石で研いでいきます。はい、もっとなんかもうカシャ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 ってもうすっごいこう力いっぱい削るのかと思ったらすっごいなんかソフトですね。基本的には力入れない方が包丁の状態は悪くはないです。最後に包丁全体をきれいにして研ぎ作業は終了です。研いでもらった包丁でもう一回トマトを切ってみます。おー、すごい気持ちいい。分かる分かる、何の抵抗もなくショッピングみたいな入ってきました。おー、すごい、見てこんな薄さでも、こんな薄いスライスだって簡単にできちゃう。こんなの、なんかテレビショッピングみたいな出てきました。来るべきですね、これは。そうですね、切れなくてストレスかかってる方はぜひ一度相談していただけたらと思います。包
包丁といってもその形や素材は様々。あらゆる包丁に対応できるよう日々独学でその技術を磨いているそうです。そして包丁だけではなく剪定バサミや裁ちバサミ、斧など幅広く刃物のメンテナンスも行っています。高い包丁ってこれ欲しいけど切れなくなったら困るなって買わない人も割といたりするので、まあ、安心して買ってもらってで、まあ、切れなくなったらまたご依頼いただけたらなと思います。調査結果は小さなストレスを省いて日々の生活や料理が楽しくなるきっかけをくれる包丁研ぎの専門店でした。